金正石は大日本帝国陸軍の朝鮮人日本兵の大意で大韓民国軍の中将。創始改名時の日本名は日原正人。1942年12月、陸軍士官学校卒業56期生。同期に大韓民国国軍創設の中心人物の一人、リトルネア観光橋出儀爆破の責任を問われ、銃殺刑に処された最小祝がいる。 沖縄戦では、日本陸軍第32軍、不評第32連隊、第2大隊で、招待長として、前田高知の戦いを戦った。日原正人中尉の戦闘ぶりと、人柄は、当時学徒兵であり後に、沖縄学の権威となった、外間守る前の沖縄戦記に記されている。1945年4月26日以降の、前田高知の激闘から、 日本軍の組織的な戦闘停止、また、日本の降伏を過ぎても、儀の湾の山手で、ゲリラ戦を余儀なくされた大隊は、9月3日、中上軍中ぐすく村北上原で米軍に降伏する。米兵に、ありったけの地獄を一つにまとめたと語られた、壮絶な白兵戦が繰り広げられた、前田高知で、金は、小隊長として、大隊のまとめ役であった。 外間守る前は隊を率いる小隊長日原中尉の豪気さをこう記す。校内は意味のわからない怒号が響き渡って喧騒の渦だった。しばらくして和田中隊長が数人の兵と共に生還した。みんな不死身ではないかと思える戦いぶりだったようだ。志村大隊長は相変わらず鎮痛な面持ちで地図を広げながら奥深くいましていた。 衛星兵二人が怒鳴りながら、負傷兵の手当てをしていた。傷の痛みに、獣のようなうなり声を上げる者、怖くなって泣き出す者、発狂する者、号内は、修羅場だった。大隊法招体の日原正人中意は方が、役に立たないと判断すると、果敢にも、主兵数人を従えて敵に突入し、主流弾戦を交えて号に戻ってきた。5月1日、 前田高知突入の命令が下り、第二不評法招待は未明に前田高知に向かった。第三十二連隊、第二大逮捕招待の佐藤義春は北海道新聞に寄せた戦記にこう記している。沖縄戦で生き残れたのは無理するなど悟してくれた招待長と切り込みに出た後も洞窟に隠れていようといった四年兵のおかげだった。中略5月1日。 前が高知突入の命令が下った。小中の第5中隊が野州に行くとき、敵の裏に周り絵描きを破壊するため私の大隊方正隊からも3組6人の切り込み隊が出た。私が出発しますと申刻に行くと、韓国人の小隊長は死ぬだけがご方向じゃないぞと何回も言う。出発後、洞窟があった。一緒に行った4年兵がここに入るべと言った。 私は、気抜けした。敵人まで行かず、ずっと洞窟に入っていた。第五重隊は、約100人中、帰ってきたのは一人だけ。切り込み隊も私たち二人だけが帰還した。5月10日の明け方、金は、前田高地の戦いで、奇跡的に生き残り、数名の重傷兵士と共に、看板号の中で、外まらに発見される。 米軍の攻撃を避けつつ、前田高知の看板号から、缶詰号、ガヤ大隊の戦闘式号、仲間の号へ移動。さらに、棚原高知から、北上原へと潜伏しながら移動する。外間はこう記す。武装解除、間近い頃、北、上原の号に潜んでいた時期があったが、私の沖縄戦体験体験の中では、比較的平穏な日々だった。 大隊法小隊の小隊長で、朝鮮出身の日原正人中尉は、軍人として勇敢な人であったが、それ以上に、的確な判断力と将来を見通す目を持った人だった。また壮絶な前田高知の戦いの中でも彼は、部下たちに向かって、死ぬだけが国への方向ではないと何度も語った人だった。その日原中尉と私は、毎晩のように、日本の、そして、 アジアの将来について語り合った。日原中尉は本気で戦後日本とアジアの将来を憂えていた。日原中尉は敗戦後しばらくは東京に住んでいたが、朝鮮半島に渡り、朝鮮の革新運動家になり、捕獲されて、重殺刑に処せられたと風文している。父君が朝鮮出身で、朝鮮領朝の武漢であった。その後、韓国に渡る。 1946年3月27日付で、軍事英語学校を卒業し、韓国陸軍の忍耐位。1946年9月11日、国防警備隊作戦教育課長。同年10月4日から11月25日まで、国防警備隊総司令部人事所長。12月に、警備士官学校臨時校長を兼任するなど、高級将校として活躍した。 1947年2月29日、第2連隊長。同年9月、経理不正が発覚して拘束されたが、証拠不十分で、無罪となった。1948年6月18日、第5旅団参謀長。同年8月8日、第4旅団参謀長。8月16日から10月11日まで旅団長、代理。 1948年10月19日、南朝鮮労働党による軍部隊の反乱、冷水、順天事件が起こると、左派系の南朝鮮労働党系軍人であるということが明らかになり、首謀者の一人として逮捕された。1948年11月に、軍法会議で死刑判決を受ける。1949年8月2日午後2時、 ソウルシオン大落にある某所で銃殺された。その際、余裕を失うことなく、明るく笑って、米軍製所属の将校たちと握手し、始終笑顔であったという、ありがとうございます。